ルーベン・ハーシュは、アメリカ合衆国の数学者、ニューメキシコ大学名誉教授。数学とは何か、それは何をするものか、社会的にどんな影響力を持つか、といった著述で知られる。その研究は、数学の哲学の主要潮流に意義を申し立てると、共に、それを補完するものでもある。1946年、ハーバード大学で、英文学の学士号を取得。 その後、約10年にわたり、アメリカ合衆国の一般向け科学雑誌、サイエンティフィック・アメリカンで執筆活動を行いながら、機械校として働く。1962年、ニューヨーク大学で数学の PhD を取得。当時の指導教官は、ピーター・ラックスであった。1964年から、ニューメキシコ大学に勤務。ハーシュは、数多くの専門論文を書いており、 その内容は、変微分方程式、確率、ランダム挙動、線形写像方程式など多岐にわたる。教著を含めて、サイエンティフィック・アメリカンに4つの記事を、マスマティカル・インテリジェンサー22の記事を書いている。ハーシュの代表作は、フィリップ・ J ・デイビスとの教著、数学的経験であり、この著作によって1983年度の全米図書賞を受賞した。 ハーシュの理論は、イムレ・ラカトシュや、ジョージ・レイコフの数学観にも近い、2020年1月3日、ニューメキシコ州において死去した、92歳ボーツ。ありがとうございます。